こんにちは。井上嬢です。ニルバーナの話しましょう。イエイイエイ。英語だとニルバーナなので、ナバーナとかの方が近いんですけど、まあニルバーナでいきましょうかね。そして、まあ何回も言ってますけど、カート・コバーンじゃなくてカート・コベインですね。スリーピースのバンドなんですけど、まあアメリカ、のバンドなんですけど、ギターとボーカルのカート・コベインと、ベーシストのね、クリスと、ドラマーのデイブ・グロールっていう人は今フーファイターズのフロントマンやってますから、まあ、ニルバーナもフーファイターズもすごくロック界の、なんていうのかな、レジェンドリストに乗るぐらいのバンドなんですけど、ニルバーナは僕の、一番好きなバンドかもしれません。というのも、僕が音楽を聴き始めて一番なんていうのかな、こう感受性がふーっていう時に出会ったバンドなんですね。なんかその若い頃って音楽あまりその聞いたことないものが多いじゃないですか。だから初めて衝撃を受けるものってすごくこう大きな意味をなすというか、すごく心に残る思い出に、なんかそのなんていうのかな、そのアーティストたちを大人になってあんまり聴かなくなっちゃっても、ずっとの心に残ってるものだったりしません？それがニルバーナなんですよ。だからニルバーナが一番好きだからといって、毎日来る日も来る日も聴いてるわけじゃないんですよ。そんな聴かないですよ。むしろ聴く方がレアぐらいになってますけど、今となっては。でもずっと好きなんだよね、っていう忘れられない初恋のあの人みたいな、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 なんですけど、どんなバンドなのかというと、まずね、90年代のバンドですね。で、活動期間短かったんですよ。というのも、フロントマンの、カートが、そのね、亡くなってしまいましてね。で、僕がニルバーナを知った頃にはもう解散してたんですよ。もういないからね、カート、その頃っていうことなんで、リアルタイムでイエーってわけではなくて、そのもう終わっちゃってた時にこう知ったんですよ。なんですけども、ロックで、そのグランジって言われてるんですけど、そのグランジというジャンルね、ロックの。まあ本人たちもそのグランジって思ってたのかもしれないけど、僕から言わしてみると、ニルバーナはニルバーナなんですよね。グランジのバンドって他にもいたんですけど、まあミュージシャンですけど、いまいちピンとこないな。なんかロック、いや、ニルバーナでっていう。というのも、ニルバーナみたいな曲かける人他にいないんですよね。なんかそれっぽいやつはあるけど、やっぱりカートが書く曲って誰にも書けないんですよ。だ、それがまず最初の、一つ目の魅力ですよね。まあ、ビートルズもそうなんですけど、書けないんですよ、他の人に。真似はできるかもしれないけど、ああはならないんですよ。そう、音楽的に、見ても、これそう来るっていうものばかりなんですよ。で、しかもちゃんと、あ、ニルバーナだなっていうサウンドなんですよ。あ、これはカートの作るメロディーやねんっていうところがすごいんですよ。弾いてるものは何も難しくないんですよ。すごくシンプルなの。なのに、そのシンプルなコードに、普通の人だったらそうメロディー乗せないだろうっていう。めちゃめちゃその遅い時間で大きな音出せないんですけど、ちょっと見せたいんですけど、カートの書く曲の魅力ってのは、こうコード弾いてるだけじゃどう来るか分かんないんですよ。だから、ハッピーなメロディーもあるんだけど暗いみたいな、暗いと思ったらハッピーなのも入ってるっていう、もうね、混ざってんだよね。ハッピー&ハッピーじゃないみたいな。どういうことかっていうと、まずコードがすごいんだよね。ここ、こう来ちゃうんだみたいな。あ、ちょっとハッピーなのかな？あ、止まったら、あれ？ってな
なって、うん、このこう来るっていう、これわかるでしょ。どういう気持ちこれっていうのが魅力。ヌルヌルヌルメロディーね。で途中からヌルヌルヌル、これどういう気持ちなのっていう、これなんだよ。メロディーだけ聞いたらヌルヌルヌル分かんないでしょ。でもコードをつけるとヌルヌルヌル、なるほど、余計分からんっていう、これがいいのよ。なんか僕にはすごく心地が良くて、ニルヴァーナは本当に人を選ぶ、無理だわっていう人はもう本当理解できる。なんかなんていうの、こう暗すぎるとか思う人もいっぱいいると思う。もうそれもねよくわかる。ただ自分にはドンピシャなんですよ。なんかノスタルジーな気持ちになるの、わかんないけど、なんか子宮にいた時の気持ちみたいな風になるのよね。いやわかんないけど、そういうなんか軸超えちゃうんだよね、ニルヴァーナ聞いちゃうと。俺はね、うん、その人によって何が心にゴーンってくるかは違うから面白いじゃないですか、音楽って。僕はカートの作るメロディーがいいんですよ。素直じゃない感じがいいんですよ。なんかラン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 っていうのもいいんですけど、大好きですよ、大好きなんだけど、こう人生ってシンプルじゃないじゃないですか。だからどこかにまあ、ハッピーなこともあるけど、すごい不満を抱えてたり、こう言い表せない気持ちってあるじゃないですか。なんかそれと共鳴するのがあるんだよ。だからハッピーなのか何なのか、ええうんっていうのがすごい彼のサウンドに、僕にとってはそう聞こえるの。いやわかんない、本人カートにとっては普通にハッピーな曲なのかもしれないけど、俺にとってはあーみたいな、素直になりたくない気持ちがうおーってなるの。そこで発散される何かがあるんですよ。やっぱ不満があるからロックがあるわけで、ニルヴァーナ聴き始めたのは、まあ、だから中学の後の方ぐらいかな。でその頃って、ね、特にいろいろあるじゃないですか、ぐーって思うこととか。それがもうニルヴァーナ聴いてイエーっていうのがなりますね。でさらに、いやこんなコード進行にこんなメロディー乗せられんのカートだけやなって思う曲がありまして、ちょっとキーは変えてますけど、もちろんこうね。でどういうメロディー普通つけますかって話なんですよ、ミュージシャンと話しててもね。だってコードと一見合わなさそうなんだもん、このメロディーと。これだからね、なんだこれすごいぞっていう、うん、まあ人によってはいや全然すごくねえじゃんって思う人もいるかもしれません。でも僕にとってはこれ書けないですね、俺にはすげえっつって。でカート の魅力っていうのは、こうはっきりとピアノとかでは弾けないようなところに、なんていうの、ノートを置いたりするんですよ。だからこれもね、ピアノとかのバージョンにすると本当につまんなくなっちゃうのっていうのは、どこのディルルなのかヌヌヌなのか、その半音の間みたいなとこ行くのよね。みたいな、ってなるから、ピアノだとティートートンってなっちゃうじゃん。でも声がうーって曲がるから、まあ、ストリングスだったらできるかもしれないけど、そこがいいんだよ、うん。こんなコード進行だったりするからね。いいよね、でちゃんとキャッチーだからね。だってメロディーだけ聴いたらねねねねってなるじゃん、
ねねねねね、そのサビありますっていう、ねねねねね、なのにちゃんと成り立ってるんだから。すごいよ、うん、素敵なんですよ。でカートだけじゃないからね、素敵なのはもうバンドとしていいんだよね。なんかバランスちゃんとあの取れてるんだよね。えカートが一番背低いのかな。でめっちゃイケメンだよね。あのその金髪でこれぐらいの髪の毛でちょっとひげもね、ちょっとこう武将ひげみたいな感じ で何にもおしゃれしないでもかっこいいんですよ、うん、もうイケメンなんですよ。で着てるものもラフでウェイみたいな感じで、あの彼のファッションを真似した人は本当にたくさんいると思いますし、その飾らない格好さがあるんでね、彼の。でギター弾く時のこう幽霊みたいな感じで弾くんだけど、うん、っていう、うん、で、カートのあの、まあその相棒みたいな感じだよね。そのベーシストのクリスはすごく身長が高くて、でまたいい感じのベース弾くのよね。あんまり注目されてないんだけど彼は、バンドの中でも。あのでもいいベースライン弾いたりすんのよ、うん、ああそうくるかみたいな、ちょっとねこううんってなるのよ。テイスティーで、あのドラマはデイブ・グロールですから、あの最高だね、うん、彼のドラム大好きなんですよ僕。で彼のようなあのドラムサウンド出す人っていないんだよね、うん、とにかく強く叩くから。ニルバーナにいた頃は本当に強く叩いてて、で彼のドラムのセットアップも不思議だったりするんだよね。その当時は普通シンバルってここぐらいに、あ違うハイハットか、ハイハットってここぐらいにあるはずなのに、あのチッ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 チってシンバルっていうか、あのあるじゃん、こう重なるやつ、シンバルみたいなのがこう2つ重なったやつ、ここに置いてたりしたからね、こういう、うん、なるほど。でもうシンバルもここ高いしみたいな、ダダダダっていう時もあったと。でドラムでかいんだよ、もうわーっつって、うん、で音があの彼独特なんだよね。パドストパドストパドストパッドみたいな。で本当に、安定したドラムを叩く、うん、まあ、だから一人一人がすごくいい役割というか、あの3ピースってのもすごい好きなんだよね。まああとはあのあとっていうかその最後の方は4人体制になってたけど、まあ、それもそれでいいんですけど、その3人で、本当に余計なものは、加えないパスコみたいな感じだったね、うん、で弾いてるものもすごいシンプルだから、あのいい曲を書こうとすると音をいっぱい重ねようと思いがちなんですよ。やっぱりできるだけね、こう調味料みたいなもんで入れるもんだったら入れたいじゃん、美味しくしたいから。でもあのそこを 最小限というか、それであんな素敵な音になるっていうのがロマンなんですよ、うん、そこがロマンなんだよね。もう普通になんてことないチューニングもちょっとずれがちのギターでジャガジャガ弾いてすげえロックしてる、すごいいい、曲ができるっていうのは、あの彼のコード進行のセンスの良さと、あのメロディーの、置き方のセンスの良さに他ならないんですよね。でありがちじゃないからね、彼の作るメロディーっていうのは、うん、でもまあ結構そのテクニック的なことが全てだって思ってるミュージシャンはまあボロクソ言ったりもするんですけどね。いや全然彼のソロはあのしょぼいし、弾いてること何も難しくないし全然あれだって言うんだけど、違う、逆なのよ、逆なのよ、ああそのシンプルさであんなにすごい曲を書けるっていうの僕はすごいんですよ、うん、もうだってうん、シンプルイズベストみたいなところのいい例だと思うんですよね、彼の、うん、曲は、ニルバーナの曲は、うん、なんかすごくニルバーナの世界に入っちゃうんだよ彼らの曲を聴くと。まあそれが好きか嫌いかは別として、もうすっげえその空気感があるじゃない、雰囲気が、なんかもうあここにいるっていう、あのバンドみたいだね、このバンドみたいだねみたいなのがないから、まあ、少なくともあのなんていうのかな、まあ、今となってはニルバーナみたいなサウンドを出そうとしてこうやってる人もあの、ね、ちらほらいるかもしれないから、新鮮味はないかもしれないけど独特なんですよね。でギターのソロがどうとかっていう人もいるかもしれないけど、意外とね味があるんですよ。インブルームっていう曲の、まあ、さっき弾いたやつの
一番最初に弾いたやつのソロとかも、彼はすごく、フィードバック、ハウリングを使う人だったから、そのギターがあってスピーカーがあるじゃん、アンプが。で、近くに行くと「うん」とか音出るじゃん。あれでなんかいろいろいじるんですけど、それもなかなかセンスがいいんですよね。うん、インブルームのあのソロとかすごい好きなんですよ。シンプルだけど、ルニルニルリリリリリルニルニルリルキーリルリルリリルリリルリルブイみたいな、ブン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 あーってなる。わかりにくいか。好きだな。で、歌詞はね、ようわからん。本人も言ってるんだよ。歌詞そんなに歌詞よりもメロディー派って感じで、なんか俺が思うに、まあいろいろ読みましたけど、彼のインタビューとか、聞いたりっていうか見たりもしましたけど、俺が思うに、その時こうパッと思いついたものをなんかこうつなぎ止めてってる感じなのかなって俺は個人的に思うのね。まあその歌詞の一つ一つに全く意味がないってわけじゃなくて、なんかあるんだろうけど、なんかこうパッて思いついたものでこうなんか置いてってるように聞こえんのね。わかんないけどね。いや、もちろんそのちゃんとコンセプトを作って、このメッセージを届けたいっていうので作った曲もあるかもしれないけど、でもあんまり歌詞というものは俺にとって大事じゃないんだみたいなことを言ってたと思うのね。ちょっとその実際の、一言一句がどうなったかわかんないけど。なので歌詞はそんな、なんていうのかな、J-POP とかってすごく歌詞大事じゃないですか。 J-POP っていうか、その日本の曲ってそれと同じ気持ちで読まないでいいと思うのね。やっぱね、その深読みしすぎなくていいと思うんだよね、ニルヴァーナの歌詞っていうのは。なんか雰囲気で味わうだけでいいと思ってる。逆にその深読みしても、そこにそんな深い意味がない場合がすごい多いと思う、彼の歌詞というのは。っていうか、それか、もしくは彼にとってのすげえパーソナルな歌詞だったりするかもしれないから、僕らには到底わからないというか、とかね。結構気まぐれな感じもあったりするから、カートは。その時思ってたことと、後に思ってたことが違ったりすることもあるっぽいような雰囲気があったから、だからまあそこら辺は軽くこう、なんていうの、曲の一部として聞くみたいなのがいいかなっていう。で、ちなみにカートは日本のロックバンド少年ナイフの、ファンだからね。ファンというか、そのインタビューで少年ナイフのライブに行ったんだみたいな、もう子供に戻ったみたいに、もうはしゃいでしまったぜとか言ってて、そういう読んだ時嬉しかったよね。おーっつって、そういう一面もあるんだなとか、いうのがいいですよね。で、デイブ・グローに戻るけど、まあ、フーファイターズ今すごい活躍してるけどね。でもニルヴァーナの時のデイブが俺一番好きなんだよね。っていうか、フーファイターズにいる時のデイブと、ニルヴァーナにいる時のデイブって、本当に別人な感じがするの。なんか声も違うし、違う人みたいなのよ、なんか。だからフーファイターズにいるデイブ・グロールは、なんかフーファイターズのデイブ・グロールっていう人で、ニルヴァーナのデイブ・グロールはニルヴァーナのデイブ・グロールっていう、なんかもう違う人なんだよね、俺にとっては。なんかもう全てがそういう風に見えるんだな。で、すごくそのムーディーというか、なんていうの、感情の浮き沈みが激しそうな風に僕は勝手に見えるのね、カートが。だから実際にね、もしこう知り合うことがあったんだったら、すごく気難しい人なんだろうなとか、そういうところも妄想しちゃったりするよね。だから音楽を聴いて、ライブ映像とかを見て楽しむっていうのが一番いいんだろうねって。よくあるじゃないですか、一番好きなアーティストに会いたいと思いませんかみたいなところで、ってなっちゃうかもね。ずっと好きでいたいからね、ちょっと、どうしようかなみたいな、プルプルみたいなのがあるかもしれないね。っていう、まあ、個人的な話ですけども、やっぱりニルヴァーナはすごい、ファンもいっぱいいるわけですからね、まあ、伝説みたいなもんですから、カバーする人とかもいるんですけど、まあ、一番有名な「スメルズ・ライク・ティーン・スピリット」ね、ジャンガジャン、チクチェンジェンジュン、ジャンガジャン、チクチクチェンジェゲってあるじゃないですか、これ。それをカバーする人もいるんですけど、ちょっと
本当に今遅くて大きい音出せないからしょぼくなるけど、さっきも言ったじゃないですか、こう声歌ってる時にちょっとこう曲げて、その半音上なのか下なのかちょっとわからないところを歌うっていうのが彼の良さなんですよ。だからそもそもギターのところからちょっと弾き方違うじゃんっていうのもあるんですよね。ここのこっからこういって、ここなのよ、ここ行く、そこ行くってとこが魅力なのに、そういうのを あえて、外しちゃったりする人もいると思うの、カバーでなんかみたいな、違う、一つ音抜けてるし、なんかリズムも違うと、これちゃんと入れろと、こうこれ入れろこれ思うのよ、いつも。そこをいいところをキープしてほしいじゃん。これ前の動画ですごく熱くなってるんですね、僕、うん、バーカーツみたいになってるんで、ニルバーナが好きだから、好きがゆえのなんかすげえ熱くなっちゃってるっていうことをご了承ください、うん、もうそのまま見せるとなんだこいつみたいになっちゃうんで、うん、温度差すごい感じになってますけど、その映像からどうぞ。一つ言っていいですか、一つ言っていい、これね、ニルバーナ超好きなのね。で、ニルバーナ超好きっていう人は本当にたくさんいますよ、世の中にね。で、なんかこうカバーとか出してるじゃん、なんかそこら辺の人たちが分かってないなと思う、分かってないと思う、聞き足りてないんじゃないのかって、ああもっと忠実に再現してほしいんだよ。なぜならニルバーナのあの原曲を超えることはできないんですよ、誰にも。だったら近づけていくしかない。今の歌い方のポイントとしては、ここでなーってなんだよ、カートがって、そこも今再現したからね。ありがとうございました。はい、ということで、まあいろいろ他にも語れることはありますが、これぐらいにしておきましょう。僕とニルバーナの話でした。